元旭川に弾けた遥スマイル。パリオリンピック陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手の凱旋パレードが先ほど11時から30分ほど旭川の中心部で行われました。北口選手は自身が描かれたトラックに乗り888メートルの道を30分かけてゆっくりと行進。先導したのは母校旭川東高校陸上部の後輩で、吹奏楽部が北口選手からのリクエスト曲 We are the champion などを演奏しました。またパレードに先立ち北口選手の功績を称え市民栄誉賞も授与されました。本当に今まで見たことないぐらいの人が集まってくださって本当に嬉しかったですし、たくさんいらっしゃった中でも思った以上に一人一人のお顔を見ることができてすごく良かったなって思いました。自分一人の力でチャンピオンになったわけではないのでとてもぴったりな曲だと思いましたし、頑張って練習してくださったと思うのですごく嬉しかったです。やはり来年世界陸上が東京でありますので、そこでいい投てきをしてまた金メダルを取って帰ってきたいなっていうふうに思ってます。